こんにちは、いかりのりこです。もうすぐ、まあ1月21日なんですけれども、土の富の日っていう金運アップの火曜日がやってきます。で、これは、いつも結構ね、やってくる実の日っていう日の、もっとバージョンアップする日、もっと縁起がいいっていう日が土の富の日っていうことで、60日に一度やってきます。で、この日は金運アップ。 ま、財運アップにとってもいい日っていうことなんですけれども、弁財天様ととってもご縁がある日で、えー、弁財天様がね、祀られてる神社に参拝行くのもおすすめです。そして、えー、この日はね、私は、あの、こういう会見は、お金を意識しましょうっていう日でもあるよってよくお伝えしてるんですけれども、お金を意識するのはとってもいいですよね。ですから、お財布をきれいにするとか、あとトイレ掃除するとか、 そういうこともお勧めしたいと思います。まあお金と向き合うっていうのもいいですよね。で、今日は何の話をするかっていうと、せっかくの土の富の日なので、お金にまつわるお話をしようと思ってます。ということでね、えー、まあどんなお話をするかということなんですけれども、まあこれから売り上げが上がる。これからお給料が上がる。これから収入がどんどんアップする。 これから金運がどんどん上がっていくよっていう時に必ずやってくるサインっていうのがあります。まあ、お金が増えるサインですよね。で、えー、そう、そのサインっていうのがどんなサインかっていうことなんですけれども、それは、もう皆さん必ず身近にあることなんですけれども、お財布を買い替えたいっていう時が、金アップ、まあ、お金が増えるサインなんですね。お財布ってね、よく言われるのは、 何年に一回必ず買いましょうとか、買えなきゃいけませんっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、私はちょっと違う感覚でお財布を見ています。それはなぜかっていうと、私昔ですね、お財布ヒーリングっていうのをやっていたんです。で、お財布ヒーリングをやってると、まあ、たくさんの方のお財布を触るんですよ。そうすると、あ、このお財布、すごく波動が高いとか、 あこのお財布波動が下がってるなとか、もうエネルギーがすごい少なくなってるっていうお財布もあるんですよ。でも聞いてると、長く使ったからって言ってエネルギーがないわけじゃないんですよ。逆に最近使ったばっかりなのに、あんまりお財布のね、エネルギーがないっていうお財布も、あの、出会ったことがありますで。もちろんやっぱり長く使えば使うほどエネルギーを消耗していくので、どうしてもね、えー、エネルギーが少なくなっていくっていうのは確かにあるんですよ。ね。 で、じゃあ、あのー、どういうことをサインとしてね、見てったらいいかなんですけれども、それは、この自分の持ってるお財布に違和感を感じることが一番のサインなんですよ。これを見逃さないでねってことなんです。やっぱり、いつも使ってるお財布にだんだん、あれなんかこのお財布じゃない。あれなんかもう違うかも。あれっていう感じがしてくるんですよ。だんだん。 うん、この違和感なんですね。で、あの、これね、どういうことかってことなんですけれども、自分が今ある波動とお財布の波動が合わなくなってるから怒ってくるんですね。これちょっと人間関係に出ると思いませんか人間関係もそうなんですよ。 波動が合わなくなってくると、その人に対してどうしても、いい悪い関係なしですよ。違和感を感じてしまうっていうのがどうしても出てくるのと同じで、お財布に対して必ず怒ってしまうんですね。だからそれがダメとかじゃなくて、この違和感っていうのを大切にする。そして、その時に買い替えるのがベストです。私もですね、お金の変化がやってくるときは必ずお財布を買い替えたくなるんですよ。 そうやってお財布を変えてきた経験があります。なので、その時にぜひね、お財布を買い替えてほしいんですけれども、お財布の、あの、どういう選び方をしたらいいかっていうのは、昔ね、YouTube に私出してるんですよ。それをぜひ見ていただきたいなと思います。で、よくね、いただく質問で、どの会員便に買ったらいいですかどの会員に使ったらいいですかっていう質問を結構いただくんですね。で、私と、あの、 うん、私がどう思ってるかってことなんですけれども、私はいつでもいいよって思ってます。うん。あの、別に火曜日じゃなくてもいいんですけど、火曜日だったらなんか嬉しいじゃないですか。だから火曜日に使ったらいいよってことなんですけれども、あのね、こういうことがあるんですよ。買い替えるときって違和感感じるんで、すぐにね、買い替える場合もありますし、あと、ね、たまたま火曜日じゃないのに、ね、買い物をしてたら、うわ、このお財布一目惚れしたっていう時もありますから、ね、 えー、火曜日にね、選ばなくても全然、その時がチャンスですから、選んだ方がいいと思うんです。で、私だったらどうするかってことなんですけれども、まあ、ね、出会ったお財布を買って、まあ、好きなね、えー、この日がいいなっていう火炎日に使います。うん。ですからね、火曜日っていうのは、楽しんで使っていただくのが一番いいですね。なんかね、こうしなければならないってなっちゃうと苦しくなっちゃいますし、 私が長年スピリチュアルで伝えてきたことっていうのは、こうしなければならないはないよっていうことなんですよね。楽しくやるっていうことだったらどんなことでもね、いいとは思うんですけれども、そうやって髪を使っていただければいいですから、あ、この日楽しい、この日に使おうっていう感じで使っていただければいいと思います。うん。あと、私がもう一つやる方法は、お布を買いました。すぐに使わないんですね。 え、必ずね、あこれだけのお金がいつもお財布に入ってたらいいなっていうお金をお財布に入れて、えー、寝かしとくんです。まあたい3日から1週間ぐらい。まあこれもね、自分の感覚でいいと思いますけれども、えー、3日から1週間以上空けてね、えー、寝かしとくといいと思います。要はお財布にそのお金を記憶してもらおうと思ってるんですね。で、そういうことをやります。で、実際これをやって、もう、なんか、 あの、このお金が入ってないとなんか気持ち悪いっていうような感じになって、そのお金が常に入ってるっていう方もいらっしゃいます。うん。私もそうでした。なのでちょっと記憶させるっていうのはすごくいいですね。これはちょっと、あの、もしね、えー、やってみたいっていう方は、やってみたらいいんじゃないかなと思います。で、お金っていうのは、まあ、必ずね、人の器に合った増え方をしていくと思っててください。だから、合った増え方だから、 徐々に徐々に上がっていく方もいらっしゃるし、ドンと上がる方もいらっしゃると思います。でも、増えたら喜んでください。必ずね。うん。そういうことも大切になってくると思います。ということで、自分の違和感を大切にするっていうことが、ね、お金を増やすサインだったりします。ぜひね、これをちょっと意識してね、いてもらうといいかなと思います。で、こういうお金のサインっていうのは、他にも色々あるので、 またそれはお伝えしたいと思います。で、えー、皆さんいつもね、あのコメントありがとうございます。すっごく楽しくワクワクしながら読ませていただいてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね